昼の憩い、さずかもたらきでした。時刻は0時半になります。ここはふるさと旅するラジオ。ラジオイベントカー80ちゃん号が日本全国を旅して、ふるさとのやる気元気本気を全国各地からお伝えしています。今週は愛知県からお届けします。初日の今日は岡崎市にやってきました。岡崎市は愛知県のほぼ中央に位置しています。江戸時代から東海道の宿場町として栄えてきました。そしてあの徳川家康の生誕の地としても知られています。今日はここ岡崎市から現代によみがえった家康、グレート家康公、青い武将隊の皆さんと岡崎の魅力を紹介していきます。こんにちは、八丸アナウンサー、 NHK 名古屋放送局の日田義人です。ここはふるさと旅するラジオ。今日は愛知県岡崎市の歴史旅館、三河武士の館家康館からの放送です。今日は昨日までとは打って変わって青空が広がりました。そして八丸ちゃん号の前にはですね、多くの皆さん、もう100人以上はね、いらっしゃると思います。皆さん今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。まずですね、岡崎市の紹介をしていただきましょう。岡崎市役所観光課の鈴木美奈子さんです。鈴木さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではご紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、岡崎市役所観光課の鈴木です。岡崎市はおかげさまで年々人口が増加しており、現在約37万9千人に上っています。そんな岡崎市は徳川家康公生誕の地として知られた城下町で、本日の会場である岡崎公園は岡崎城の城跡を公園にしたもので、広大な園内には天守閣がそびえ、桜の名所としても知られています。岡崎の伝統的な地場産業は八丁味噌や石製品、仏壇、花火が全国的に有名です。また三河花火発祥の地として毎年8月に花火大会を行っており、大会当日は2万発もの花火が岡崎の夜空を華麗に彩ります。今年は8月2日の土曜日に行う予定ですので、多くの皆様のお越しをお待ちしております。さて、来年2015年は徳川家康公が亡くなって400年という節目の年です。家康公ゆかりの地である浜松市や静岡市と連携し、さまざまな記念事業を計画中です。岡崎市では春の家康行列、夏の花火大会、冬の家康公生誕祭におきまして、400年祭ならではの特別な演出を、また秋にはメインとなるイベントを計画しています。そして再来年の平成28年には市政施行100周年を迎えますので、年間を通じて折々に岡崎に訪れてもらえるよう取り組んでまいりますので、どうぞご期待ください。はい、ありがとうございました。ご紹介いただいたのは岡崎市役所観光課の鈴木美奈子さんですが、鈴木さん、はい、岡崎の皆さんは、はい、この一般的には岡崎市と言いますけれども、はい、岡崎という時にちょっとねアクセントが違って言うんですよね。どの呼び方ですか？そうですね、岡崎市の外の方は岡崎と呼ぶ方が多いんですが、はい、市内の方は岡崎というふうに呼ぶことが多いので、ですよね。まあ、この岡崎の方はもちろんなんですけども、あの長屋の方でもね、はい、愛知県の方は岡崎ではなくて岡崎と言うんですよね。はい、はい、これを知ってるとちょっとこの人知ってるなという感じですか？そうですね、ぜひ皆さん岡崎市と言ってください。はい、私も今日は岡崎と呼ばせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。岡崎市役所観光課の鈴木美奈子さんでした。ありがとうございました。岡崎市の魅力を PR するこの大切な役割を果たしているのが、グレート家康公青い武将隊の皆さんです。岡崎の良さをもっと知ってもらいたい、岡崎の魅力と武将隊としての意気込みを伺っていきます。ここはふるさと旅するラジオ。
愛知県岡崎市にある歴史資料館三河武士の館家康館からお送りしています。この私たちが立つステージからは、先ほどもご紹介ありました徳川家康が生まれた城岡崎城の天守閣を間近に見ることができます。でこの岡崎城周辺なんですけれども、岡崎公園として整備されています。私たちのいる三河武士の館家康館は岡崎公園の中にあります。でここはですね、岡崎の中心部にありまして、ウォーキングをする人など休日には多くの人が訪れます。岡崎市民の憩いの場となっています。また岡崎公園は日本の桜名所100選にも選ばれ、春になると多くの花見客でにぎわいます。今日もですね、この旅するラジオをご覧いただくお客さんの他にもですね、黄色い帽子をかぶった小学生の皆さんが見えていますね。さっきお話を伺いました、近くの三好市の緑岡小学校の皆さん、大体50名ぐらいでしょうか、来てくれています。番組見てくれてありがとうございます。今日はその岡崎公園に、この歴史の校外学習に訪れているということでした。三好市の緑岡小学校の皆さんでした。さて、その今日お邪魔しているこの三河武士の館家康館なんですけれども、ご紹介しましょう。家康はですね、1542年、当時の岡崎城の城主だった松平広忠の嫡男として生まれました。で徳川家康の生い立ちやその生涯についての資料を見ることができるんですね。で中でも見どころがあります。私も先日見せていただいたんですけれども、天下分け目の決戦関ヶ原の戦いをジオラマで再現したコーナーというのがですね、家康ファンのみならず多くの歴史好きの方が訪れます。この関ヶ原の戦い、名前は知っていても、この誰かの裏切りがあったとかね、そういうことは知っていても、どういう戦いだったのかというのはなかなか分かりづらいんですけれども、 3D でジオラマになってますので、何がこう起きたのかという時系列で分かるようになっている。とても私、歴史の勉強になりました。さて、その岡崎公園で観光客の人気を集めているのが今日のゲスト、改めて紹介しましょう。グレート家康公葵武将隊の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。グレート家康公葵武将隊を構成するのは、岡崎ゆかりの家康公以下8人の武将です。今日はその中から5人にお越しいただいています。で甲冑にですね、皆さん陣羽織をまとってらっしゃいます。で3人が前で、後ろに2人の、ね、家臣の武将が控えていますけれども、家康様はですね、将棋に腰を下ろしていらっしゃって、金の甲冑、そして黒い陣羽織、ね、どっしりと構えていらっしゃいます。その脇には井伊直政様、そして小松姫様がね、すぐ隣に控えていらっしゃいまして、後ろにもさらにお二人のね、武将が黒い甲冑、黒い陣羽織で控えていらっしゃいますけども、早速ですね、皆さんにお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。ではお願いいたします。戦国最強本多忠勝の娘にして家康公の養女、真田家に嫁ぎ、関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した我こそ戦国最強の女武者小松姫、参ります。諸突猛進、それが身の上、いつも戦は先方で、生傷絶えぬこの俺を美しいという人もいる。戦場の赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。かっこいいかな。敵には無の一字、我が策は数多の武士を奮い立たせ、我が剣は羽柴の軍を退けた。幼き頃より家康公に仕え、自由兼備の将と歌われし、我が名は榊原康政。いざ押してまいる。生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず、家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧とんぼ切り。我ことの難に望みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝、参る。御利江戸権具浄土の旗のもと、我が生涯かけたる望みとは天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康。ありがとうございま
ました無礼と安子青い部長隊の皆さんに自己紹介していただきましたが、先ほどから申し上げていますように甲冑に陣羽織カチッと着ていらっしゃいます。暑くないですか？暑い。やっぱり暑いですね。鍛えておるから大丈夫じゃ。鍛えていらっしゃるということで、今日は本当に半袖の方が多いんですけど、皆さん本当カッチリとした格好でいらっしゃいますが、まず伺います、なぜこの今の現世に家康様が蘇ってこられたんですか？それはじゃな、今の日の本がどうも元気をなくしておるようでの、それでわしがこの岡崎によみがえり、ここから日の本の皆を元気にしていこうと思いよみがえったのじゃ。なるほど。さあ、具体的にはどのようにこの日本を元気にしていこうとお考えなんでしょう？具体的に、具体的に、まずは未来ある和子たちを笑顔にさしたいと思っている。そうですよね。皆さんからもね、元気のいい拍手がこう少しずつ出てきましたけれども、さて皆さんはですね、武将隊の皆さんはこの岡崎公園で土日などを中心にこの演舞ですね、演技の演にこの舞というあの武道の舞ですね、書いて、ダンスなどを取り入れながらですね、岡崎の歴史などを分かりやすく紹介していただける。で、岡崎城に来ると皆さんにこれいつも会うことができるそうなんですよね。いつでも皆を待っておる。ただわしも軍議なので、あのおもてなしができない時もあるが、そういう時はここに控えておる。わしと共に蘇った家臣たちに心のこもったおもてなしをさせようと思う。なるほど。お忙しい方もいらっしゃるので、そういう方が来られない時には皆さんで助け合っておもてなしをするということなんですね。 はい。さて、そんなおもてなしをしている武将隊の皆さんですけれども、これから皆さん来年に向けて忙しくなるそうですね。さようでございまする、はい、来年はですな、400年、徳川家康公顕彰400年事業ということで、殿がお亡くなりになられてから400年の節目でございまする。殿のこの岡崎だけならず、ゆかりのある地浜松静岡とですが、協力して盛り上げていきたいなと思ってる所存じゃ。なるほど。今ご紹介いただいたのいい直政様でしたけれども、さて岡崎だけでなく静岡市や浜松市などと協力してということなんです。具体的にはどんな行事があるんでしょう？忠勝である。さようじゃ、まさにその通り。岡崎だけじゃなく静岡市浜松市と力を合わせて、殿が目指した素晴らしき世界を全世界へ伝えるために精進いたしておるわけじゃ。なるほど。まず、その事業の一環として一つは家康公検定、徳川家康公に関する幅広い知識を皆で試そうという企画でござる。第2回目となる今回は、我々徳川家康公とその家臣団をテーマとしておる。なるほど。私ちょっと歴史がそれほど得意でもないんですが、なるほど、そういう人でも検定って受けられるんですか？小松がお答えいたします。それはね、もちろんでございます。問題はですね、全部で100問ございまして、4択方式でございます。合格点は70点でございます。はい、70点。教習所のね、試験の面、試験よりはちょっと緩い感じですね。教習所とは何じゃ？あ、自動車なんですよ。鉄かごか。そう、鉄かご。そう、昔はかごだったんですけど、今は電動機付きの自動車というのがありまして、それを運転するには免許の試験を受けなければならないと。なるほど。世知辛い世の中になったもんじゃ。そうなんですよ。はい。さて、70点以上で合格するということなんですけど、合格するためのコツって教えていただけますか？わしから申そう。受験申し込み者には副読本が送付される。はい、それはそれで勉強できるはずじゃ。なるほど。で、合格者には合格証と合格記念品が授与される。はい、さらに合格者には特典もあって、合格証の提示で使える割引やプレゼントの交換もある。まあ、詳しくは家康公検定のホームページを見てほしい。わしら武将隊も会場に駆けつけて皆と一緒に受験するでな。皆の挑戦を待っておる。はい、ということで家康公検定についてご紹介いただきました。ありがとうございました。しばし待たれよ。あ、何でしょう。忠勝から一言。この
夏の岡崎の風物詩をお忘れではございませんか。そうじゃったそうじゃった。夏の風物詩、うん、ここ岡崎の夏を彩る花火大会があるのじゃ。花火大会、ただの花火大会ではない。では直政がお答えいたします。この岡崎の花火というのは三河花火、歴史ある花火でございまして、実は江戸時代というのは火薬の製造が禁止されておりましたが、ここは徳川家康公お生まれの地ということで特例に許されておった。さらにはなんと全国でもすごく近くで花火を見ることができるのじゃ。あ、そうなんですか。ちょっと待ってください。でも昔は火薬の製造ってそんなどこでもできるわけじゃなかったんですね。さよう。あ、それで今徳川家康のゆかりの地ということでここでは花火が許されていたと。さようじゃ。とても歴史のある花火大会じゃないですか。そう、その通り。だが、うん、歴史深いだけではござりませぬぞ。この、三河の花火というのはとても大きな規模でございまして、東海地区では最大級と言われておる、とても見応えのある派手な花火となっておりますのでね、ぜひよろしく。なるほど。中でもこんな花火があるよというおすすめございますか。そうじゃな、やっぱり金魚花火じゃな。え、金魚花火。お、ちょっと客席の皆さん笑ってます。金魚花火って聞いたことあります？あ、ちょっとある方いるんですけど、わからない方もいるのでちょっと説明お願いできますか。では直政が、花火というのは普通皆様が知っておるのは上に空に打ち上がる花火でございまするが、岡崎の金魚花火というのは水面、水面を泳ぐように金魚のように上がるから金魚花火でございまする。なるほど。まあ、この岡崎公園のすぐ横にね、音川という川が流れていますけれども、そこでこう見られるということなんですかね。今年の開催は8月の2日土曜日じゃな。皆の衆のお越しをお待ちしておる。よろしくお願いいたす。あの武将隊の皆様も本日は、さようじゃ、まあ、どういう形になるかわからんけれども盛り上げることは間違いない。なるほど、楽しみですね。さて、せっかく今日は5人の武将隊の皆さんにお集まりいただきましたけれども、武将隊の皆さん岡崎を知り尽くしていらっしゃる、うん、おすすめの場所を教えていただきましょうか。まずは家康様からお願いできますか。やはり我々青い武将隊であるな。あ、失礼しました。そうですよね。岡崎のね、このまずこの宣伝をすべく現代の世によみがえられた武将隊の皆さん、まずこれは一つの名物です。失礼しました、ありがとうございます。その他に、うん、我こそはという方は、はいはいはい、忠勝が申し上げる、はい、そこに付随する話じゃが、やはりこの岡崎は徳川家康公および徳川家臣団が民から非常に愛されておるということでな、日本一徳川家のことがよくわかる地が岡崎となっておるで、もし全国の歴史ファンがおったらこの岡崎に来て徳川のことを学んでいただきたい。なるほど、なんとかなるでというこの愛知ならではのことも出ましたけれども、さあそれでは最後にですね、花火大会などもありますけれども、全国に向けて武将隊の皆さんから PR をお願いいたします。それではこれからも我々青い武将隊は精進してまいりますので、ぜひ1度2度3度と岡崎にお越しくださいますようよろしくお願い申し上げます。それでは我々の合言葉、親指を前につけ出して徳川家康という合言葉がございます。それでは皆様ご一緒に、さあ武将隊の皆さんが右手を前に出して親指を立てていらっしゃいます。では参ります。徳川家康、ありがとうございました。ありがとうございました。愛知県岡崎市の歴史企業館三河武士の館家康館からグレート家康公青い武将隊の皆さんでした。ありがとうございました。続いてはふるさとメッセージのコーナーです。